はい、どうも、メヘラおじさんです。さっき起きました。で、ちょっとまあニュースでですね、ペコ&リューチェルのリューチェルさんが自殺でお亡くなりになったというようなところで、報道出ておりますというところなんですね。まあ、まずはご冥福をお祈りいたします。はい。で、まあ言うたら離婚されてからね、特にまあ、なんですかね、ジェンダーレスというか、そういう関係のような感じでやられていて、まあ葛藤みたいなものがあったというところなんですけども、まあ、ね、中には振り切ってらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、なかなかそういうところで振り切れなかったりとか、あるいはその世間の目とか、まあ、いろいろあったと思います。そういうのが、やっぱりなかなか、言うたら耐えられない、っていうような状態だったのかな、というふうには、推測いたします。はい。で、まあ、人によっては、いやいや、そんなん気にせずに、ドカッと構えて、やれたら、なんとかできたんじゃないの？あるいは、まあ、まあ、もうちょっと、その、ずぶとく生きて、いればですね、まあ、そこら辺のところ、なんか、もう言うたら、もっとひどい人もいるんだから、ひどいというのは、その、そんなこと気にせず、むちゃくちゃやってる人もいるんだから、そんな無理に、気にしなくてもっていうところなんだと思うんですけれども、おそらく、まあ、心の強い方だったのかなと、あれです、モニタリングかなんかでね、まあ、AD さんが、なんかこう、まあ、言うたら上の人になんか理不尽に切られてるのを見ながら、言うたら、言い返せるかどうか、ですね、タレントさんが。で、見てたら、なんか、リューチェルさんめちゃめちゃ、むちゃくちゃ言ってる方をですね、たしなめてたっていうのを見てて、まあ、心の強い方なんやな、というふうな印象はあるんです。なので、まあ、だからこそですね、いろいろお悩みになって、の結果なんだな、というふうに思っているんですけれども、まずは、そういうところでお悔やみ申し上げるとともにですね、まあ、まあ、だからといって、あまりこう、思い悩みすぎるとですね、良くなかったりするので、まずは、身近な人にですね、まあ、言うたら相談するなり、まあ、腹を割るっていうのがまたなかなか難しいんでしょうね。言うたら、ここ、人のバックボーンって違うんで、なんです。で、もうすでに、もう言うたら自殺のホットラインがどうのこうのみたいな、もう、バンバンバンともう、ガード文言のようにね、貼られてますけれども、なかなかそこに連絡したからってですね、なかなか、まあ、そもそも連絡先がつながらないとか、まあ、この人に聞いてもらって何なんねみたいなところもあるんですけれども、それは、やらんよりマシだと思うので、まあ、そういうところであったりとか、あるいは、まあ、身近な人に払わって、話してみて、で、赤なんだら、その時にまた考えるというようなスタンスでね、おられたらいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ちょっと残念なニュースだったんで、まあ、少しこう思い出とともに、話そうと思った次第でございます。以上です。